5月開幕、はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。5月1日土曜日、はい、5月がね、開幕いたしました。まあね、昨日のニュースね、下関市長のね、前田市長が、まあ、市民の皆様にね、自粛、外出自粛をねお願いしたニュースでちょっとねがっくりきましたけれどもね、まあ本日もね、大阪の方が1262人とで東京が1050人とね過去最多、大阪過去最多ですかね、なっておりましたけれども、まあ、昨日のね宣言の時が下関は0人で今日がね2人やったんで、あれまたなんか落ち着いたんかなっていうような感もあるんですけれどもね、まあ、ちょっとまだ、ゴールデンウィークね明けてからの数字を見ないとわからないかなという感じですね。はい、で今日はですね、もうすごいですね、もう唐戸市場昼ね、お弁当売ってたんですけれども、今日もね唐戸市場にもう本当に、ね、一点集中みたいな感じでね、まあ、全国のいろんなねナンバープレート、ナンバーがね車がね、目の前をね通り過ぎていきました。まあ、あれ見てたらね本当に市民にねなんぼ緊急事態宣言とかねマンボウが出てるところにはね行かないようにと、あと外出ねなるべくしないように、まああと会食もね、控えてくださいってね、言ったところで、まあ緊急事態宣言とかねマンボウとか時短、制限ね受けてるところから、何も規制がかかってないね下関の方になだれ込んできてるような感じなんでね、もうある意味本当唐戸市場カオスになってますよねはい、なんかミニオリンピック状態みたいな感じですかね。まあ全世界のねいろんな、株が集まるのがね、まあオリンピックとしたら、唐戸市場の方もね、まあ、全国からいろんなね、県から、人がね集まってましたので、まあなかなかのカオスだなという感じでしたね。で、まあ本日はねもう結構厳しいね戦いでしたね。昼もまあ、ご予約でね、お弁当ね、いただいて、トゥエラのね先輩がねお弁当予約いただいてて、でまあそっからっすね、もうなかなかね本当にもう唐戸市場をね目指してる人たちが目の前を通り過ぎるばっかりで、なかなかね普段だったら激アツな12時からね、12時半ぐらいまでの間で、なかなかね流れがなくてという感じでね、厳しかったんですけれども、まあ、地元のねお客様が、土曜日でもね買いに来てくださって、ゴールデンウィークでもね買いに来てくださって、なんとか20個完売できましたよっていう感じだったんですけれども、まあなかなかね、流れがない、やっぱゴールデンウィークやばいなっていうようなね、昼の弁当を売るのはね、まあ、需要と供給で言えばですね、まあみんなね、寿司を食いに行く人ばっかり歩いてるんでね、まあ、そこで弁当売ってるのがまあ間違ってるといえば間違ってるんでね、まだ、つまみ系の方を売った方が良かったかなと思いながらもですね、まあまあいいやという感じでございました。で、夜ねオードブルが1軒ね入っておりまして、でまあ作ってね、待ってたら、まあ、地元ね安岡の同級生なんですけれどもね、家族で食べるのかなと思ってね、あそんな感じでねイメージで3人分かなぐらいな感じでね作ってたんですけれども、一緒に来たのもね、また、違うね安岡の同級生で、なんかみんな集まってね、そいつんちで飲むんだみたいなね、話をしてて、あわざわざねうちをなんか、ご指名いただいてねオードブル、注文くれてね本当にありがたいなと思ってね、ちょっとねうるっときましたね、ありがとう。でその後ね、夜の準備してたら、予約というかねお電話だけで、結構席が埋まってほぼね満席状態というか、な感じでしたね。でまあ、元ねトリマンスタッフ元バイトの、ね、バイト君が2組ね歴代バイトがね同じ日にね予約をくださるというねミラクルが起きて、ね、2人とも、片方はねご家族でご来店くださって、もう一人はね、お友達と、まあ柔道のね原沢君の同級生でね、イケメン大和が、お友達とね、4人でご来店くださって、
でもう一組ね、ご家族でねご来店くださった方が今ね、アルバイトしてくれてるつっちゃんのね、お友達ご家族、だったみたいで、ほぼ8割方トリマンスタッフ関係やんっていう感じでね、本当に。であともうね常連のお客様だけだったんで、もう、ほぼご予約だけで終了という感じで、新規というかね、あの一元なしみたいな感じでね、今日は終わりましたという感じでしたね。はい、で奇跡的にね、昼夜合わせて炸裂しましたよという感じで、昨日のね本当に前田師匠のねお言葉、外出自粛のね、話からうわ終わったなっていうね、もう5月もね早々にもう爆死決定だな確定だなっていう感じだったんでね、まあそれから一夜明けてね、5月1日からね、白星発進ね炸裂発進できてね本当ありがたかったですね、本当に元ねトリマンスタッフのね皆さんには本当ただただありがとうと言いたいですね、いやいいね本当に従業員にね恵まれましたという感じですね。はい、でまあねちょっとね、昨日はねもうそうやってもう心身ともにねもう来てたんでね、もう今日もそのままね、営業終わったらね力尽きて死んでました。はい、というわけでねあと残り、2、3、4、3日間ね、なんとか、完走していきたいと思います。で、5日がね最終日、ゴールデンウィークの最終日が、お休みいただきますので、ちょっとね、5日は多分くたばってると思いますけれども、まあそれまではねなんとか、ルーキーおじいちゃん今年42歳ね、力を振り絞ってね完走したいと思います。はい、はい、というわけでね、残り3日間ね、なんとか貯金をね作ってゴールデンウィークを終えたいと思いますのでね、皆様ご予約の方お待ちしております。0832321619まで、よろしくお願いいたします。でチャンネル登録の方はね206人となりまして、1人増えてましたね、チャンネル登録もありがとうございました。バテ気味ですね。はい、というわけでね、まあなんとか白星連勝で、4連勝か 1,2,3,4 連勝でね終わりたいなと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。でなんかね、緊急事態宣言もね結局なんか延長になるだろうみたいなねニュースが出ておりましたのでね、ちょっと5月はねまた厳しいね戦いが続きそうだなという感じですね。はい、まあめげずにね、頑張っていきたいと思います。ちょっとね本当に、元ね従業員の、もう本当に温かいね、ご配慮というかね、ご支援でね本当ジーンと来てね、まあ、地元やそうからね同級生の支援もねジーンと来て、なかなかね本当に心がね胸が熱くなったね一日でございました。いやなんかね生きててよかったなっていうね思わせていただけたね、一日でしたね。店もね長くやってるとね、まあ働いてね、まあ、アルバイトしてくれてる時はねみんな学生だったんですけれどもね、もうみんな社会人になってね、もう一人の方はね、最近子供が生まれてね、で今日、アップデートしたアップデートというかね、まあ、奥さんがまだ実家に帰ってるんでね、手元にというかこっちにはいないんですけれどもね、生まれた時のね、社名が、ツイッターの方に上がってましたけどね、まあ今日新しい最新のやつを見せていただいてね、可愛かったね、もうなんか孫が生まれたようなね、感覚ですね。はい、またね、この子がね大きくなってねお酒が飲めるようになるくらいまでね頑張っていきたいと思いますので、皆様ね、応援よろしくお願いいたします。はい、疲れた。はい、ご視聴ありがとうございました。終わります。